帰宅や帰宅だこら帰宅だくそ。いやでもまあ戦っても負ける可能性もあるのと、そもそも戦ってマックス疲弊した状態でレースマックス疲弊した状態で帰るっていうのがかなり厳しいような気がするんすよね。帰れるかなっていう、そもそもの俺に帰れますかという、あぶねえあぶねえバカ野郎レイス。こんにゃろレイス。よし、いやこれが限界やろ。いやもうぼちぼち限界っすわ。やっぱポーション4つやもん。死んでまう。もう回復ないんで、もう回復ない。帰れっかマジで。これくそ、棺桶見えてんのにな。逃げるリスクよりも倒す方向で行こうか。少ない場合はもう倒しますね。多い場合はもう逃げよう。多いとか強い場合はピスコディーモンとかはもう逃げた方がいいわ。いやここはそう、ドラクエよりもシビアにやっぱ逃げていかないと、こう撤退していかないと、その撤退のタイミングをミスるともう大変なことになるから、まあ、お金だいぶ貯まったからさ、回復魔法を変えるのと、もう一つはポーションめっちゃ変えるし、次帰ったらポーション大量に買い込んで、それで再起を図りますか。ピスコディーモン、ピスコディーモン痛い。くそ、ほんま戦いたくないこんなやつ。あーまずい、まずいな。いや倒す倒す、とりあえず倒す、こいつは倒す。チーフぐらいならそんなに食らわないはずなので、これが最後の戦闘になるかな。おっしゃ、ほんまや、ナイトの鎧欲しいな。やっぱ一人カチカチっていうのはでかいんすよ、単純にね。やっぱ一人カチカチだとだいぶその帰宅帰還率が上がってくるから。あとはレベル上がってるし、かなり逃げやすくなってるとも思います。複雑やなマジで。おお出た出た、4体、園ちゃんが死亡。やめてくれ、こんなもん一人で相手無理やって。ちょっとした事件ですよあんなもん。あんな大男が武器を振り回して一人のか弱き戦士を取り囲むという、あかんあかん、怖っ。あー弱い、よかったよかった、聞かなくて。いやなんかこいつ火力強そうやなーって見た目。危ない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 、危ない危ない、早く、てか素早いなこいつマジで。危ねえ、よし助かった、ここは多分大丈夫、毒ぐらいで済む。てん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 、おい寝袋だ。オーケー、セーブオーケーです。
そう、教会は潰されてないから帰らなあかん。まあ、近い近いけど超近い。ふぅ、危ういぜ危ういぜ。チーフがもう怒っとんなこれ。たまになんかクリティカルっぽいダメージでドンって出るんすよね、でかいのが。あれが怖いですね、一番。まあもうセーブしたから怖くないけど、さすがにもうセーブしたんで怖くはないですけど。ハイエナドン、ハイエナドン素早い。テント使っとこう。セーブもしていく。方法の手で帰宅。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。こいつだ、麻痺野郎やねんね。あ、大丈夫かな。シャドウは麻痺らんのか。レイスが麻痺らせるのか。あ、大丈夫や。よしよし、これ麻痺ったりするとかなりやばいですからね。怖え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 。オッケー。あとはまあ一人生き返せばレイズが使えるから、宿屋のみで回復できるっていうのもある。一応教会見に行こうか。確か潰れてなかったよな。ほら完全に行かれてもうてます。ほら、よし、言うて近いからちょっと帰ろう。一回宿屋に泊まりセーブをし直して、ここアイテム屋さんもないか、よく考えたら。武器防具はあるけど、ちょっと確かアイテムなかったな。ないっすね、アイテムもないっすね。顔を、そのちゃんでケアルダ、はい、ダディアとヒーラな、悩むなこれ。ヒーラかな。アレチノがファイが行くでしょ。崖魔法ゲット。ピシクンピシクンじゃねえよ、ぶっ殺してやら。経験値めっちゃもらえる。一人分で入ってくるからやろねこれ。さすがにこの弱いやつはもうどうでもいいかな。麻痺てもうビッグアイ、ビッグアイ、あービッグアイハマったこれ。ちょっとビッグアイの麻痺攻撃、ちょこれすごいやん。これで300削れると向こう思っとるんすかね。くそ、素早くないからな、素早くないからな。先生取られてしまう。まあ逃げても一緒なんで、逃げにしても先生取られるから、なんとか攻撃して先に行動しないと。こんなことが、これ1時間ぐらいかかるよこれ。ずっと睨んどるもん、田舎のヤンキーやんこれ。ずっと睨んどるっすわこれ。勘弁してよもう、煽り運転やでこんなもん。ずっと睨んどる。先に動け、
多分乱数でたまに先に動けると思うんですよ。絶対先制されるっていうことはないと思うから、それ引くまで待つしかないですね。ビッグアイはもうめちゃめちゃ弱いんで、当たれば一撃。あ、めんどくせえな。しかもなんやったらもう全滅した方が早いんですよこれ、正直。おし、かわした。全滅したらさっきの宿やから始まるからさ。ほら、オッケー、よし。トゥンバ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 。よし、ただいま。教会はどこやったかの。たった。せい。そのちゃん。安っ。安っ。これやったら、これ命の値段じゃないねんや。教会の値段なんや。へえ、珍しいっすね。レベルが上がってたから高くなってたわけじゃないねんや。この教会ものすごいリーズナブル。なるほどね。ポーション限界まで買って寝袋も1個2個ぐらい買うか。よいしょ、めんどくせえなこれ。まとめて売ってくれへんかな。お金ゼロにもになります、この完全に。寝袋ってこれ4人全員一緒に寝てんのかな、ようわかんないですけど。 Go。 よし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 。さあ改めていきましょうか。何度でも言ってやるぜ。おいしいかな。うわ、聞いてない。一夜って聞いてない。うーわこれちょっと聞いてないから、ちょっとファイル早めに。いや聞いてない。うーわこれ、もうちょっと猶予くれてると思いますやん。もうちょっと猶予くれてると思いますやん。普通外出たら死ぬかな、こんなもん。え、もうちょっと猶予くれてると思うもんね、普通。ちょっと待って。裏な、これ金ないで、これ。ミスリルハンマーを売ろうか。ミスリルハンマーを売るのと、ミスリルハンマーをとりあえず売ろう。よかった、ミスリルハンマー持っといて。よし。ミスリルハンマーじゃ、こういう時のためのミスリルハンマーですよ。よし、危なー、マジ危ねえなこれ。はい、帰ってきた。さらにポーションを買い足す。はいはいはい、全部買うわ。マジ全部買います。ちょっとめんどくさいですけど、宿屋分以外全部買う。ここ何本やったっけな、宿屋。30ギルか40ギルかそんな前だと思うんですけど、100ギルぐらい残して全部買おう。ポーションはもう何個あってもええわ。というかポーションがあるかないかでだいぶ奥まで行けるかどうか変わってきますからね。なるべくポーションいっぱい買っといて、1万円分ぐらいポーション買っとけば相当楽に攻略できるはず。
よし、ゴー。もう戦いたくないねんな。あ、しまった、配置変えるの忘れた。もう余裕で出てきてしまいよるんすね。やっぱ睨まれても勇者が麻痺っていない。さっきあんだけ麻痺ったのに、あんだけかわせへんかったのに、謎やな。みんながいたらすごい元気出てるやん。 OK、 ちょっとファイガーも使ってみたいね。ファイガーもちょっと打ちたいですね。ファイガーは単体かね、全体やろな、多分全体な感じがするな。ジャキー、すー、ちょっと配置替えします。オッケー。トゥンデ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 、一回打ってみるわ。ファイガー、いやこいつらはもったいない。陸上がってからにしよう。こいつらはサンダラでいいんです。陸上がったらちょっと打ってみる。どうします？めっちゃ強かったら、とんでもない火力出たらどうします？結構強いっすよ。この弱点ついたら魔法めっちゃ強いから、これヴァンパイアにファイガーは特攻レベルじゃないか。アンデッドやん、もうまず間違いなくアンデッドやし、これファイガーでもう焼き尽くせるんじゃん。よう考えたら今多分ファイが一発しか打てないですけど、ちょっと温存していきたいですね。こいつに使うのなんかもったないな。というか全体かどうか分かりにくいので、ちょっともうちょっと数出よったら。本当はあのチーフ4体にぶち込みてえな。チーフ4体に店火事にしたりたいですわ。かもしくはレイスにぶち込みたい。よし、ここでいいか。いきますか。ファイガやったらんかい。そうでもねえな。まあでも全体ということは分かった。いや特攻出たら強いんやって。特攻出たら強いね。今はあんなもんやけど、特攻出たらめちゃくちゃなことなるから。そうなんやから。よし行こう。参ろうぞ。方法の手で帰ってきたけどね。でも何度も行くとこですからね、そもそもね。めんどくせえなこいつ。数が多すぎるやろほんまに。ディア撃つか。なんかね、ディアの列にケアルがおんねん。いつもディアの列とケアルの列を分けてほしかったな。ケアル大事やから、いつもディアの列にねケアルを、ケアルが配置されてんねんな。弱いくせに調子に乗り上がって。オッケー。到着。同じルートでヴァンパイア狙いに行っていいっすかね。うわ弱ー、強そう。キティタイガーズ、低い、ものすごい低い。打点が低いね。ブリザラ行きましょうかね。寒さに弱そうやから。
にゃんさんやとしたら寒さに弱いから。こたつ入っとけ、おら。よし、聞いてる聞いてる。よーしよしよし。まあ、そう強くはないな。さあ行きましょう。同じルートで、まあ、お宝いろいろあると思いますけど、とりあえず同じルートで。忘れるからあんまりうろうろすると。ズドンス。さあちょっと MP は温存していこう。もうこ楽するのはここまでで、これ以降下降りたらちょっと MP は温存していきます。ノーエンカウンツ、ノーエンカウンツ。コブラ、よし、もういいや、もう毒かかってもいい。倒す。毒消しいっぱい持ってるから倒す。毒上等で行こう。 S ジャキー、 S、 S。 どうぞ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 、毒上等で行きます。毒上等、配置換え上等で。おら、オッケー。レベルは今のところ12か。次上がるなら勇者さんっすね。次どれぐらいで上がるとかって出てんのかな。次のレベルまであと191、もうすぐ上がりますね。もう上がるな。一番遠いのが多分ジャッキーなんですけど、ジャッキーでどれぐらいやろ。3300、結構差ついたな。ジャッキーしんどるな。だいぶ死体引きずって歩いてるな。倒す。82。これ勇者も多分2回ヒット以上、3回ヒット4回ヒットとか出始めるんでしょうね。ちょっと楽しみですけどね。それもよし、ぐるーっと回るから、マジでぐるっと大回り回りますから。かわしてる。ドクター1でも食らうとドクるから、かわせないとダメなんですよ。こういきますか。であなた方倒してね。あ、いや、倒せない。毒が今2人。よかった、いっぱい毒消し持ってきといて、まあ、ポイゾナも使おうか。迷路といえばミノタウルス、確かに迷路の番人ですからね。よしよし、ちょっと上がった。335。神話とかでは迷路といえばミノタウロス。まあいっか、ジャキーを軽く回復しとくか。そうっすね。な、並びを変更。ちょっと待って、荒地の
で、ここもちょっと荒れ地のやっぱちょっと怖いんで下げます。ドラクエ的ですよね、ここは。こういうのはさっきはさ、宝箱のモンスターエレメンツとかとも戦ってたから、うわー、オーカーゼリー、大川製菓のゼリーですね、これ。オーカーゼリー、どうやろう、ファイラー行くか。ちょっと見た目上わかんないんで、ファイラーで。いけ、当たった、入る入る、よし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 。オーカーゼリーはファイラーね、よしよしよし。まあ逆に言うと魔法しか効かないパターンもありえるなあ、あいつ。毒を消す、ポイゾナ、まあでも安定してやっぱ毒持ちはおるね、そのどのダンジョンにもですよ。そのおらんってことはないっすね、やっぱ毒はもう常に危険やわ。すごい数、嫌になるレベルの数。こいつマヒやねんな、誰攻撃したかもわからんようなるレベルなんですよね、これ。アディアぶち込むか、アディアファイラで。まひった、まひるからさ、まひるから一発入れないとダメなんです。あ、めんどくせえこいつ、ちょっと。アディア削れ、なるべく削れ、よし、削ってる削ってる、よし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 。ほら周り見てみろ、周り見てみろ、全然人いいんやろ、もう周りを見てみろ、震えるがいい。あんなに仲間がいたのにもういいひんぞ。麻痺祭りですね。オッケー、あと一匹、あと一匹、大変や。オッケー、次上がるとしたら荒れ地のやと思います、レベル。そのどき方かよ、どいてよ。誰ほんまこのダンジョンにコウモリ配置しましょうって言ったやつ、すげえ邪魔なんすけど、ガチで邪魔なんすけど、あれ誰やねん、アゴ配置しようって言ったやつ。いや、その配置するならするでさ、一コマの一マスのさ通路を作らんでほしいわ。さすがにちょっと、だって部屋出られへんかったことありますからね、前回部屋出れないという事態が起こったんで。 P やらへん、一応一応やります、サボらず。よっしゃ、もうちょっとなんで、よし、最高記録、ここを超え、おー、来たー、びっくりしたー、変な髪型の人いる、ビビったー、今ちょっとキスしてしまったかもしれん、勢い、入った勢いで鼻先当たったで、これびっくりさすなや、チューしてもた、なんやねん、あ、変な髪型と思ったら違うわ、ちょうどエリ、エリですわ、エリ。すべてのものは死に絶えるのだ、封印は解かれることなく大地は腐っていく、このヴァンパイア様に勝てると思うのか。もうホームラン打たれた直後やん、もうホームラン完全打たれた直後、
ヘイスト使おうかな。そうか、ファイ、まあ一発ファイが いってどれぐらい入る。40ダメージ、99食らったな。よし、弱い。ファイガがもう激烈な特攻。ファイガがこれ、え、ボス一撃ってあります？こんなん。スタールビー、ルビーから